やあ皆さん、ご機嫌うるわしゅ。ちいと面白い話を聞いてきたぜ。こんな時間までどこに行っていたんだ。ああ、いやいい、言うな。どうせ女性を追いかけ回していたに決まってる。それより話とは？ほっほっほ、ご明察？さすがちい君。この先にある森のことなんだが、なんと迷いの森らしいぜ。そのくらいのことすでに聞いておるわ。迷う森でメイトであろう。お主、一体何をしに行ったんだ。霧が出ている間は危険ってことも、ひっくり返せば霧が出てなきゃ安全ってことも知ってる。霧が出ている間だけ、昔からのことで原因は不明なんだけどな。まあ慣れたやつなら霧が出てても大丈夫らしいんだが、俺ら素人だしな。だから霧が出てない時を狙って突っ切ればいいってさ。なんだよその顔は。まさか俺が本当に女の子だけを追っかけてったと思ってんのか。あのな、俺だって伊達や水郷でこいつの補佐してるわけじゃないんだよ。あと首刺されまくってるしな。体調を無事に返さなかったら許さないとか。ともかくちゃんとついでの情報収集もしてるの。ついで。ああそれと昨日森を通ってきた女の子がいるらしい。女の子の一人旅でも安全ってことだろ。そうだ、ルーティエに占ってもらったら。ユージェンの言う通り先に進んでも大丈夫かどうか。ルーティエ、頼めるかな。あ、私ですか。わかりました、やってみますね。えい。石を投げたりぶつけたり。何をしているの。占いですけど。本来なら外でやるのですが、さすがに室内なので。そうなんだ。私あまり詳しくないから驚いちゃった。出ました、占いにも良い暗示が出ています。このまま進んで大丈夫だと思います。そうか、じゃあ君の占いを信じて行ってみるか。俺じゃないの。あ、目そらした。では早々に休むとしようか。お主もこっちだ。いや、俺には花々とのお約束がね。ああ、俺のアンドレア、俺のエロイーズ。いやー、他の宿泊客に迷惑ですよ。私たちも早めに寝ましょうか。はい。
今日は晴れてるって話だったのに。どうします？戻りますか？不用意に動くのは危険だ。少し様子を見よう。霧が出ると迷うのよね。ガリオス、何か感じる？不思議な気を感じる。だが、邪気ではない。まずいな。本格的に霧が出てきた。みんな、はぐれないよう注意して。主。ちょっと待て。一瞬で消えるなんておかしいだろ。いや、主はすぐ近くにいるぞ。どうしたんだ？おかしい。主の気配がしたり消えたりしている。一体何が起こっておるのだ？ジーク、何が起こっているんでしょう？ともかく落ち着こう。急に消えるなんておかしい。どこか、まだ近くにいるはずだ。みんな！ジーク、みんなは？何が起こるかわからない。ミメル、離れるな。ジーク、ニャーニャー来るよ。モンスターか？どっちも違う。ようこそ東悪の森へ。隣にいた人がいきなり消えたり、僕がいきなり現れたり驚いたでしょ。まあ今さら焦ってもどうにもならないよ。霧が晴れるまでの辛抱だね。東悪の森と、ああやっぱり地元の人じゃないんだ。名とインバラ・イレン、別名東悪の森。霧が出たら動いちゃいけない森。ここでは霧が出ている間だけこういう面白い現象が起こるんだよ。知らなかった？そういうことだったのか。地元の人間には笑って済む現象だけど、初めてのあんたたちには災難だったね。これ以上はぐれたくなかったら、とにかく動かないことだよ。
お仲間だって霧が晴れればすぐに見つかる。で、その物騒なものはいつ収めてくれるのかな。ああ、すまない。君は？お先にどうぞ。それもそうだな。俺はジーク・ハイド。いや、ジークンだ。その呼び方はやめてほしい。こっちはミー・メリアといい。ミーメル。ああ、わかったわかった。ミーメルと呼んでいる。面白い名前だね。なんか複雑そうだね、君たち。まあいいや、みーちゃんだ。そうそう、僕の名前だったね。我が名はテトラ。慈愛の老樹、英知の緑の子にして王老の学徒。別に覚えなくてもいいけど、よろしく。テトラ。にゃーにゃ。もういいよそれで。君はこの町の人？いや、僕も君たちと同じ旅人だよ。大地の悲鳴を聞きつけて、浄化のために東へ西へ右左、旅また旅、旅から旅への根なし草。ここに来たのもたまたまなんてね。大地を浄化？聖職者なのか。かなり違うね。自然本来の力を活性化させて大地を元気にしているんだよ。まあウィッチドクターに近い感じかな。ちなみに生物への治癒魔法とかは管轄外でできないから。浄化するとどうなるの？いいことずくめだよ。生き物は大地とは切っても切れぬもの。生き物は大地によって生かされてるんだ。世界が病めば大地も病む。大地が病めば生物も病む。大地が病めばいずれ人も病む。小さな僕たちができることなんてたかが知れてる。けど歯止めをかけることはできる。で、ここまで全部ジジ様の受け売り。まあ僕の経験からすると、大地が元気になるとご飯が美味しくなるよ。本当の本当の本当の話。この森を浄化しに来たのか。え、なんで？この森から邪気は感じられないよ。それよりさ、君たちこそこれからどこに行こうとしてたの？ルーエ・トラークへ向かう途中だったのだが。で、そこまで詳しいやついるの？いるわけなさそうだよね。ねえ、僕が案内してあげようか。君が？そ、僕が。さっきも言ったけど、僕はずっと旅をしててね、結構役に立つと思うよ。よーく考えてみてよ。このまま進んだら命取りだと思わない？見返りは？そうだなって考えるまでもないけど、代わりに僕を守ってもらおうかな。最近やたら物騒だしね。護衛みたいな感じで。そんなことでいいのか？ジーク、ミーメル、